細かすぎて伝わらないモノマネ選手権やります。メタルギアソリッド3で山猫部隊を呼び出す時の掛け声がメイドインアビスのナナチの口癖みたいになってしまうリボルバーオセロットの真似。なあ。3アイテムデッキ一応、なんか発表された段階でパッと思いついたやつ、さっき組んでみたんで、まあ、天下のピカゼク様とね、ちょっとスパーリングをやらさせていただこうかなと思います。いや、1回目ともなるとね、まあ、だいぶ一人でこうやってベラベラ喋りつつ、虚しく動画撮ってるのにも、まあ、ある程度慣れてきたは慣れてきたんですけれど、まあ、寂しさは拭いきれないっすね、どうしても。あ、いるな。あ、てかそうだ。先行後方決めてなかった。表が出たら、こっちの3アイテム先行できます。裏なんで、こっちが後攻だな。まあ、ぶっちゃけこれ全部準備し終わって、いや、まあ、そうでもないか、先に決めとかないとダメだな。多分、先攻後攻決めとかないと出すポケモン変わってくるから。どっちが先攻でしたっけ？こっち、ピカセクが先攻で合ってますよね。ピカセクが先攻で合ってるよな。お願いします。多分合ってる。サーナイトと、コケコか。まあ、手札自体は、かなり悪くないな。雷エネルギー捨てて、1000にフルドライブぐらいは、とあるカードがサイド落ちしてなければという条件付きなんですけど、ちょっとサイド落ちしてっぽいんで、怪しいんだけど、まあ、いけるべ。まあ、いけるよ。いけるいける。はい、触ります。で、ピカゼクに手張りしておきます。ヘッドボール使って、雷エネルギートラッシュ。して、どこだ？デデちゃん。この手札だと、ワンチャンデデちゃんを次の番も使いたい可能性があるんで。で、デデちゃん回収して、ダッシュデデチェンジ使います。ボスの指令とエネルギー付け替え捨てて、カード6枚引くと、これで、終わりかな。1枚引きます。そんな感じで、実はこっちのデッキね、後攻の方が結構強いカード、いっぱいあるんですよね。物産。ここはね、後出しハンマーとエネルギースピナーだ。よし、輝いたぞ。高校行った目の方が強いカード2枚。そうだな。エネルギースピナー使います。高校行った目なんで、山札から基本超エネルギーを3枚まで手札に持ってこれる。敵のエネルギーだけ確定させておきたいから、超エネルギー1枚だけ回収しておきます。で、これだと別に先行行った目でも変わらないんけという話なんですけれど、手札に超エネルギーがなければ、もう1枚欲しかったんだけど。で、手張りしておいて、で、高校行った目に言うと強いカードその2。後出し変名。高校プレイヤーの最初のバンディだけ使えて、相手の場のポケモンでの1個トラッシュだ。バーン。で、よし、これで先行後攻が、まあ、実質入れ替わっていき、手張り、コケコ、プリズムスター、サンマとかを一応防いでおこう。本当のうねりを貼っておいて、うん。で、まさか打てるのか。マジカルショット、30ダメージ。いや、この30割と大事よ。コケコ部位においては特にね。これで、進化した後もこいつ倒せるようになるからな、回復しないと。エネが割られてしまったおじさんなので、うわぁ、グズマハラ引いてんじゃん。クイックボール。で、ブレーキャー切っといて、僕、サーナイトのデッキ作ったんで知ってるんですけれど、GX ポケモン入ってないんですよね。あのデッキね、実は GX ポケモン入ってないんですわ。まあパッサンでいいかな。パッサン回収しとこう。で、まあ、この番はおとなしく送電にしとこうかな。で、まだ触ります。で、ここベンチに出して、グズマハラ使います。追加効果ありで、むしろスタジアム今いらないまであるんで、デンジーと、まあ、スイッチを切って、スピード雷エネルギーと、あった、風船加えておきます。サンダーマウンテンはあえてね、あえて加えておきません。で、まだ触りますというか、まあ一応カットをするんですけれど、カットしておいて、で、スピード雷エネルギー手張りして、カード2枚引く。引くなよ。ああ、よしよし、危ない危ない。で、コケコブイは幸いのことに逃げ値がゼロなので、ちょっとベンチにお引き取りいただき、手張りしちゃったんで、これでいいかな。じゃあこれで、送電で。まあこれでちょっと、一旦後出しハンマーのおかげで遅れたけど、まあ、十分取り返せてるかな。それで、終わり。僕のターンか。1枚引きます。ミステリングトレジメント。ムーマージを捨てて、
ヌーマを回収しておき、とブルーの探索を使って、うわちょっと待ってよ、なんか手札1枚混ざったな、これ違うな、闇の石とカウンター原油を持ってきておくんですわ。で、闇の石を使います、使って、でこれでマッサンに今進化しておくと、ここからあと手札を減らしまくって、まあ、爆発するんで、でサーナイトブーヤもう一匹出しておく、手張りしておく、でカウンターゲインも貼っておいて、まあ、最悪これでみなぎる波動で120はダメ、あ攻撃できるから、不思議なことづけ爆破で、こいつを気絶させる代わりに、なんで相手にサイドは1枚差し上げるんですが、その代わり、自分の手札が7枚になるようにしてるんで、まあ、なんと 1.6 枚引けちゃうと。お強いんですわ。1、2、3、4、5、6、あ、よし、OK。サーナイト VMAX します。ん？ん？ 合ってんのか？サーナイト V に VMAX 進化する。じゃあ、これで、デーキュア、180ダメージ。で、このポケモンの HP を50回復できるんですけど、まあ、今ダメ感が乗ってないんで、あと説明を忘れてた。カウンターゲインがついてて、今自分がサイド1枚負けてる状況なんで、まあ、超エネルギー2枚でも、大キュアが打てますよと。で、終わりかな。ピカロムが削られなかったのは割と幸いみたいなところがあるので、とここに手張りしておいて、よっとポケモン入れ替え使います。ポケモン入れ替えでここ入れ替えて、で逃げること考えると多分風船こっちだと思うんだよな。エレキピビー入っといて、エラオラは邪魔だな、だからこのまま博士の研究かな、切ってカード7枚引きます。しっかり引いといて、あぶねえ、この横に今コップ置いてあるんですけどこぼれそうになったな普通に。タックコールを使って、これはアロマイを育てておいてもバチは当たらないはず。で、どこだ、来い、ライトライト、あらライはベンチに置く、デデンネにお守りは貼っておこう、これは強そうだぞ。じゃあこれで1エレパフルドライブなんで180ダメージですね。で180与えつつ、エネはライライに託して、よ、まあ最後に相手のサーナイトを麻痺でワンチャン作りに行くと、これで終わりかな。1枚引く、うむ、なるほどね。一旦アヤカン使うわけよ、超エネルギーがついてるポケモンの HP を80回復して、その代わり超エネが1個バーゴンと剥がされると。でただそれはもう一回超エネルギーじゃない、ホラー超エネルギーを張ることで、まあ、ゲインも発動してるしね、これでもう一回技を受ける。ブルーの探索使っておきます。ブルーの探索キングで次の番のことを考えて、闇の石と魔&水蓮を回収しておこう。この2枚を回収して、でミステリートレジャー使います。でアヤカンは多分もう使えなさそうなんで、切っといて、ムーミーベンチ出しといて、で、これで、デイキュアで、今度こそ回復できると。回復で、ここに180。おー、いいね。HP がだいぶ回復したぞ。1枚引きます。青&水蓮。リズマハラで、そっちが回復するならね、まあ、こっちも回復するまでなんですよ。ボスの指令捨てて、ここが120回復だから60か。で、こうして、そこまで考えるんだったらあれだな。120回復する前提だったら、あれだね、ここにお守り貼った方がよかったね。まあ、リセスタで手札を混ぜておこうかな。マオスイタあれがあるから回復されちゃ厄介なんで、一応強要しておこう。で、僕気づいたんですよね。リセットスタンプとかマリーとか手札干渉系。こうやってこっちがやってあげればよくねっていうのに。このまままあ、タンデミングショッキングだな。160なんで、OK、210か。長い長い。編集めんどくさいって。マオスイがな、帰っちゃったんだよな。1枚引きます。次の番の準備かな。ポケギア 3.0 使います。7枚見て、なんかいろいろ逆になってる、その気が。これね。これが当たる。マオスイ当たったか。もう一旦ギリもらえるかギリもらえるかもしれないんだよな。なんで、マオスイ使ってみるか。マオスイ回収で、で、さっきの相手が手張りしてないことも考えると、まあワンチャン生き残りそう。で、マオスイ蓮を使います。マオスイ使って切るのは、
さあ、マイク V と、いや、3.0、切ります。切って、120回復するから、90だな。あ、で、そう、ホラー超エネルギーの2点を忘れてたんで、こっちに2点乗せます。だるいだるい、ちょ、対戦相手が欲しい。で、手張りして、逃げます。そう、ここがね、ムーマージでバッカできれば、この手張りを、こっちのサーナイト V にできたんで強かったんですけど、リセッサーで流されちゃったんで、まあ、しょうがない。ので、これで、大キュアで、さらに50回復すると。で、ここが200だな。ここが200だな。はい。で、終わり。ダメージはいい感じに分散できてるから、このまま行くとなんか勝てそうなんだよな。で、この番前を落とすことがとても大事だと思うんですけれど、まあ、最悪もう一回麻痺させればいいか。電磁使います。電磁使って、ポケモン入れ替え回収しておく。はい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 。まあ、エレパが2枚あるんで、まあ、引けるんじゃないかなという予想。まあ、という予想。で、ポケモン入れ替えは使います。ポケモン入れ替え使って、一旦この逃げゼロのコケッサン前に出しておく。で、これで、ちょっと待って、綺麗にしよう。手張りはパッサンにしといて、リセスター打つ意味はないんで、デルチェンジでカード6枚引きます。1、2、3、4、5、6枚引いて、あ、よしよし、OKOKOK。で、ってことは前落とせるから、エレパ吐いて、使えるカードはないんで、エレパ入って落とせるよな。1、2、3、4、5、6、7、8、3、20、25、28なんで、コケコ V を前に出して、コケコ V じゃない、パルサンを前に出して、で、これで、ライトニングストームで、1、2、3、4、5、6、7、8、8、3、24、25、エレパ込みで28、合計320で、まあ、ちょうど気絶と。で、ただ、こっちも気絶しちゃうんだよな。こっちもホラー超の、跳ね返りで気絶しちゃうから、180足す20で気絶するんで、ただそう、ちょっと入れ替えがもうないんで、ここはコケコ V にしておこう。ここ前にして、で、再度3もらう。で、いいんだな。で、ここが気絶するんだけれど、ホラー超で2点返ってるから、パルサンが気絶してるから、こっちも再度は2枚をもらえる。2枚はもらえる。で、出すのはまあ、こっちからしかないんで、1枚引く。あ、しんどい。しんどいっすか、もう。処理がめんどくさいわ、超。やっぱ相手いてほしいな。やっぱ相手いてほしいな、これ。サーナイト VMAX に、まあ、進化はしておき、これをもう一回カウンターゲイン狙いに行かなきゃいけないんで、超エネルギーを手割りしておきます。まあ、マリーで流すしかないよな。はい、マリーで。マリー使います。マリーちゃん。で、こっちが、よいしょ、ボスの城持ってたんだっけ？あ、あるね。うん、流してよかったわ。流してよかったわ。で、これで、こっちが4枚か。はい、で、5枚引いた。あと、そんな感じね。はいはいはい。そんな感じ。ちょっとこれ、ヤバタニエンじゃないか？護身用のジャイアントボムをつけておいて、これで終わりかな。1枚引く。裏は読めないから、まあでもこのまま殴っていけば、まあ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 、勝てそうかなーって感じはある。大きなお守りは、デデちゃんに貼っておいて、スピード雷エネルギーを、裏に手張りしておきます。で、カード2枚ドロー。あー、くそ。ボスの指令がない。ぼっちゃんがないので、逃げます。逃げて、こっち出す。で、これで、フルドライブで、まあ前は落とすと。で、まあ、もう山に、エネというものはないので、エネというものは、まあ残ってないんですわ。で、ムーミーが気絶する。で、最後1枚もらって、こっちだな。終わり。ここがぶっ飛ぶ。1枚引く。あー、これ終わったかな。これ終わった臭いな。となると、まあ、ホラー超エネルギーをつけておいて、リセットスタンプは打つと。リセスターは打っておく。向き合ってるよな。うん、いやー、引けなかったか。終わり。1枚引く。よ。あ、ボスの指令か。いやー、今来てもいらないな。今来てもいらないから、ここはもう多分剥がす意味もないんで。風船ついてるんで逃げ根1で逃げます。逃げ根1で逃げて、よ。そうだな。タンデムショック160ダメージ
で、こっちにも2点返ってくるんかな。で、麻痺になる。一緒に行きます。やったー。一旦遅い。一旦遅かったな。はい。じゃあ、終わりで。一枚引いて。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。ってことは、クイックボールで、ぼっちゃん切って、よ。どこだ？さっきサイドから回収した、カポコケコプリズムスターを引っ張ってきて、で、ベンチ出して、まあ、先陣の前を打つと。それでまあエネルギーをつけておいて、長かったぞ。で、ここはエネを2枚切って逃げます。逃げて、どれだ？これか。タックボルト GX で200で合計360で気絶かな。あぶねえというか、投げ、疲れたわ、マジで。だいぶ疲れたよ、これ。まあ、こういう向きでやってないんですけども、っていうのが僕の日常っすね。大体新しいデッキ組んでも、ピカゼクに粉砕されて終わるっていう。ピカゼクは強いですねっていう、そういうお話でした。さよなら！